うん、未だ入らず。はい、どうもね、はちみつボーイです。今回の動画なんですけど、今回はね、うちにいる西アフリカトカゲモドキ、まあ通称西アフのね、ゲージをちょっと変えていこうかなって思います。そう、前のね、家からまあみんなね、だいぶ新居に引っ越してって、まあ西アフだけね、ちょっとあのちっちゃいゲージっていうのもあれなんで、うちに今ね、グラテリの3030が一つ余ってるんで、そっちでね、ゲージの方を作っていこうかなと思います。じゃあ早速行ってみましょう。どうぞ。はい、ということで、今回使っていくものは、すいません、ウィッグがねちょっとクンクンしてるんですけど、まずこのゲージで、まあ他にね、もろもろちょっといろいろ小物をね入れていこうかなと思います。じゃあ早速ね、ちょっと、入れる小物を置いてきます。はい、せーの。はい、ということで、すいません、ちょっとウィッグちょっとはい、で使っていくものが、まずデザートソイル、これは10キロなんですけど、そんなに使えません。で、流木、まあ、ちょっとね、うちに余ってた、なんか新品の隠れ家がね余ってたんで、こちらを使っていこうと思います。でもう一つがこの木、まあ流木ですね、これをね、使っていこうと思います。じゃあね、ちょっとウィッグに邪魔されながらも、うん、いいゲージができるようにちょっとセッティングしていこうかなっていう感じで、じゃあやっていきましょう。ほいじゃあね、まず最初に、床材を引いていきます。よいしょ。あ、持てない持てない、いく。こんなもんかな、こんなもんかな。うん、うん、いいんじゃないの。まあこんぐらい引いちゃったらね、まあそれなりに湿度も保てるんで、うん、まあ大体今、まあ2センチ、3センチぐらいかな。でこれにね、霧吹きをしていきます。このね、一番最初の霧吹きが一番大事な作業ですね。はい、ちょっとこれ開けとこう。はい、ちょっとね、奥にウィッグのね足が出ちゃってるんですけども、ほいでこの、まあちょっとねオシャンティーな隠れ家を、でかこれでかくね？でかいね、結構思った以上にこれは、うん、ちょっとレイアウト、自分レイアウト苦手なんですよ。すごいね、なんかちょっとこうね、他の YouTuber さんみたいにおしゃれな感じにできるわけじゃないんで、うん、いいんじゃない？こんな感じで。どうですか？ちょっと、雑かな？まあ、そんなね、ごそごそするような子でもないんで、うん。うん、でもそれにしてもちょっと雑ね。ちょっと流木変えようか。ね、ウィッグ。ね。困ってます。ちょっとね、流木変えてみましょう。こんなんちょっとね、もう流木がね、ほんとね、腐るほどあるんですよ。なんでね、ちょっとできるだけこう、何かしらでね、こう使っていきたい、流木を。
すごい白しいな。誰か、何かチップか。チップがすげえシャカ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 言う。ああもう超シンプルじゃん。どうすかこのシンプルな感じ。これでちょっとね入れて様子を見てみましょう。はい、ということでね、ゲージが完成しました。まあ超茶色本当に自分のあの昼の弁当並みに茶色なんですけど、はい、この子がチョコレートです。まあね、すごいマイペースな子なんで、どういう風な反応してくれるのか、はい、どうぞ。はい、投入。うん、すごい警戒してる。まあね、今までのうちに比べたら断然広くなったんで、今までがレプタルギアかを使ってました。そっからねちょっと広くなった。いや、むしろ流木とかいらんかったかな、これ。いらんかったかもしれないですね。うん、まあ早く慣れてくれるように。でまあ水入れ入れて、あの隠れ家をね、まあちょっと使ってくれているところを早く見たいですね。ちょっとこのままね放置してみましょう。うん、未だ入らず。まあでもね、気に入ってくれるといいですね。ね、チョコさん。ただシェルター、あ、シェルターちょうどいいぐらいかもしれんね、この大きさね。はい。ということでね、どうだったでしょうか。まあこれでね、とりあえず、今うちにいる子たちみんな、新居にね、無事引っ越したということで。かわいいか。じゃあまたね、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。